スマートフォンをもっと便利に使うためにはアカウントを設定する必要があります。 Google アカウントについてご説明いたします。 Google アカウントは多くの Google サービスへのアクセスに使用できます。 Google アカウントを使用するとアプリをダウンロードしたり自宅のパソコンに届いたメールをスマートフォンで確認することができます。それでは設定してみましょう。ホーム画面右下のアプリから設定をタップします。画面をスクロールして全てを見るをタップします。画面をスクロールしてパスワードとアカウントをタップします。アカウントを追加から Google をタップします。ここから Google アカウントの設定・登録をします。アカウントとして設定するメールアドレスを入力して次へをタップします。パスワードを入力して次へをタップします。利用規約が表示されます。内容をご確認の上同意するをタップします。Google サービスの設定の確認が表示されます。内容をご確認の上同意するをタップします。これで設定完了です。